渡り周平、六等艇河本馬場と以上6名が対戦いたします。枠内進入とはもちろんなりません。素早く動いていきゃ一方で西島吉原がどうやら本番レースはインドリ成功ということになります。千葉のインを取り切りました。4号艇西島、前半カードは2コースから1キロ負けをつけていまして、連勝ゴールを狙うそんなインセンティブになります。1号艇のアマーノはこの外に回っての2コース戦、前半2着。2艇の外側に続くのが2号艇の井川雅人、さらにこの外に続くのが3号艇の岩崎雅也です。放送とまだ一発目と切り口が強く、3号艇岩崎の外に続くのは5号艇地元の話題、6号艇の高校の高水面上でスローに3艇、ダッシュ3艇、角位置を取ったのは3号艇の岩崎雅也です。インコースを取り切ったのは4号艇の西島義則、スロー3艇、ダッシュ3艇で2対1対3のスタイル、内2艇はジャンプの前後の位置で決めました。外からは3号艇の岩崎も少し覗かせてきましたが、先ほどあった4号艇の西には1号艇、そして座るのは天野、バックヤビに先行つい6号艇、1号艇、9時も先ほどあった4号艇の西にはまさに不正か、内側から食らいつく、で先を少しだけ2号艇のサービスエリアでした。それでも4号艇して勝った西原には先に1号艇の勝った天野の方、4号艇の西島義則。